るし。どうも、恵比寿ゴルフレッツハートです。イエローです。グリーンです。今日は、五反田ゴルフクラブにやってまいりました。今回はシミュレーションゴルフの楽しさというのを皆さんに伝えていけたらと思いますので、よろしくお願いします。よいしょ。ゆるいです。非常にゆるいです。もうビルだね。ゆるいです。さあ、それではじゃあ実際にシミュレーションゴルフをやっていこうと思うんですけど、まず、シミュレーションゴルフとは何ぞやということで、スタッフの上村くんを呼びたいと思います。お願いします。上村くん。軽くシミュレーションゴルフの見せましょうかとね。はい、あ、そうですね。はい、お願いします。じゃあ、シミュレーションゴルフというですね、屋内でスクリーンとかでゴルフしていただけると、最大のメリットは、はい、こういうゴルフの中の撮影、11月に寒くなってきたとか、あと、真夏でめちゃくちゃ暑いと、中でゴルフを回らないといけない、それちょっとしんどいと、そういう時は、屋内でゴルフをしていただけるなるほどですね。なるほど、はい、なるほど。でさらに、もう一つ、お酒を飲みながらゴルフをしていただけるこのね、はい、なんか酔ってますね。何杯目ですか？もう3杯目です。3杯目です。3杯目終わります。ビールがアップだぞ。ちょっといただいていいですか？いや、俺も欲しいんだけど。コースは、いろんなコースが、そうですね、あの国内人材の50コースで、海外、もちろん海外、海外対応、ラウンドをしなくても練習だけでできる、練習だけでもということで、じゃあ、はい、実際にやっていきましょう。紹介ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ラウンドしていきたいんですけど、ラウンドする前に練習モードっていうのがあって、練習ができるんですけど、ここで3人でドラゴン対決をやってみたいと思います。はい、よし。じゃあ、なんかちょっと好きにやっても面白くないって、どうします？声張ってください。ショットでいきましょう。テキーラ、テキーラ、罰ゲーム、テキーラ、飛ばなかった人は、はい、テキーラ、私はテキーラ、はいや、ゴロ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 、いいだゴロ。逆にゴロどうやって、208、やば。はいや。よし、グリーン行きます。あれ、おかしいじゃん。あ、これやばい。これは大丈夫だ。これやばい。あれ、これやばい。200。はい。226。はい。いや。任せろ。よっしゃー。これは無理だわ。これはダメだ。カメラ誰か僕のドライバー直してください。はいや。正座打ちます。正座急遽、はい、飛ぶんやろな。これ店員だから。おいや、違う、変えた方がいい。うわぁ、まあ、いや8、まあ、いや早いよ、結果発表してないよ。